ハワイのマウイ島で起きた山火事ではこれまでに93人が亡くなり、アメリカの山火事としてはこの100年余りで最悪の被害となっています。ハワイのマウイ島で今月8日に発生した山火事、ハリケーンに伴う強風にあおられ市街地に燃え広がった結果、